ソコギスカは、外岩種目に所属する魚類の分類群の一つ。ソコギスキツネソコギスなど、低生性の深海魚のみ3属10種が所属する。学名の由来は、ギリシア語のノトンとアキャンサから。ソコギスカの魚類はすべて海水魚で、全世界の深海に幅広く分布する。含まれる10種の仲間はいずれも海底付近からあまり離れずに生活する。 低制魚のグループである。水深125から3000メートルの範囲から知られ、日本近海からは山賊4種が報告されている。キツネソコギス族の仲間はほぼすべての深海に分布する。一方、タヌキソコギス族は、大西洋北西部と日本の三陸沖から、わずかに報告があるだけの稀な魚類である。また、ソコギス族は、北太平洋、北、大西洋のほか ニュージーランド近海、カリブ海、地中海から知られている。ソコギスカの魚類は、活発に遊泳して、餌を探す、飼料採集型の深海魚である。訂生性の遊泳性深海魚としては、ソコダラか、アシロカや同じソコギスアモクのトカゲギスカと並ぶ、重要な存在となっている。ソコギス類は、細長いビブを波打たせるようにして、海底の直上を遊泳し、イソギンチャク。 海面動物、極秘動物など、氷材性の生物を主に接触する。一方で、トカゲギ,ギスカ魚類は、ヘラ状の糞を使って、砂ーを掘り起こし、埋在性の甲殻類、貝類などを捕食することが多い。系統的に禁煙で、類似した環境で暮らす、両グループであるが、食性の違いは、明瞭となっている。ただし、タヌキソコギスは、一般的な、 底ギス類とは異なり、小さな口で海底の砂泥を吸い込むように接触する習性がある。本種は非常に長い長管を持ち、泥の中の微小な生物を消化吸収している可能性が考えられている。底ギス類の繁殖形態はほとんどわかっていないが、メスの個体数がオスをはるかに上回っていることが知られている。辛い和牛アメのグループに共通する特徴として、 底ギス類もまた、レプトケファルスと呼ばれる独特な刺魚器を経て成長する。ウナギ類とは異なり、本家魚類のレプトケファルスはかなり大型になる一方、変態後にはほとんど成長しない。1930年に大西洋で採取された全長1.84メートルの巨大なレプトケファルスは、シーサーペントの正体との憶測を呼び、成長後には30メートルに達するとも言われた。 これが実際にはそこにスカ魚類の妖精であることが分かったのは1960年代に変態途中のレプトケファルスが見つかった時である。キツネそにス族の一種。背部に並ぶセビレユーリトゲは本家魚類の特徴であり、英名の由来になっている。そこにスカ魚類は細長く、左右にやや側平たした体型を持つ。全長数十センチメートルから1メートルほどに、 成長し、褐色を基調とした暗い退職をしていることが多い。形態は近縁のトカゲギスカの仲間とよく似るが、エラ膜の少なくとも一部が融合すること、鱗が比較的小さく、両側にそれぞれ50列以上の10列をなすこと、背びれの後端が肛門よりも後方に位置。側線の発達は比較的悪く、体側の上部を走行する。一部の種類は、 腹器に3本の棘状を持つ。本家は3族で構成されるが、底ギス族、狐底ギス族の2族とタヌキソ底ギス族は、形態学的な差異が大きく、後者は独立のタヌキソ底ギスカリプジェノデイとして、分類されることもある。底ギス族、狐底ギス族は、比較的大きな口を持ち、前上顎骨と歯骨に歯を備える。エラ上骨は6から13本で、 エラ歯はよく発達するほか、骨下の進んだ、ギ鎖骨、上ギ鎖骨を持つ。背びれは26から41本にあるいは6から15本の孤立したトゲ状のみ。底ギス属の椎骨は224から290個。一方の狸底ギス属の口は小さく歯をかき、吸盤状となっている。エラ上骨は5から7本で、エラ歯を持たない。胸帯は、対価的で。 ギサ骨と上ギサ骨を書く。背びれの規定は短く、9から12本のヒレ状からなり、前半の数本がトゲ状となっている。尻びれの規定は長く、116から136本のヒレ状で構成され、内32から44本がトゲ状。椎骨は228から234個。たぬき底ぎすりパジェに次ぎり。形態に。 独自の特徴が多く、独立の都として分類する見解もあるキツネソコギス、族の一種。大西洋から太平洋にかけての大陸斜面に幅広く分布する種類、ソコギス族の一種。ソコギス家には、ネルソンの体系において三族10種が認められている。本校では、フィッシュブイスに記載される11種についてリストする。ありがとうございます。